お疲れ様です。塗り替え道場のリリーです。いつも社長がやっているセミナー動画、今日は私が担当します。評価が良かったらこれからもやっていこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴と、よかったらグッドボタンお願いします。私以外にもミッチーもセミナーやっていく予定ですので、そちらの方もよろしくお願いします。今日はイライラせずに済む方法をお話ししようと思います。まずイライラしやすい思考について説明していこうと思います。うまくいかない時に、物事がうまくいかない時にイライラするタイプと落ち込むタイプがいると思うんですね。私はどちらかというと落ち込むタイプなんですけども、どちらがいいとかっていうのは全然思わなくて、どっちも良くないんですね。ただイライラは周りの人への被害もすごい大きいんですよ。なぜならイライラっていうのは、起こったことの原因が自分のせいにすると落ち込みになって、他人のせいにするとイライラになると私は思います。で、今回は私自身がいろいろな人を見てきたり、自分自身の経験から私なりのイライラせずに済む方法を話そうと思います。まずイライラしやすい考え方の一つ、他人に期待しすぎているです。大多数の人はこれが原因なのかなって思います。例えばこのボタンを押したらテレビがつくはずだ、物を出したら片付けてくれるはずだなど、無意識に当たり前だと思っていることってたくさんあると思うんですね。で、それが思い通りにいかない時に、やっぱ人ってイライラしてくると思うんですよ。テレビだって調子が悪かったり壊れてたりでつかないことあるし、なかなか片付けができない人だっているはずなんですよね。で、イライラっていうのは、いつも自分が思い通りにいかないから感じるものであって、すごい自己中心的な思考から湧き上がってくる感情なんですね。それって結局自分が他人を見誤って期待しすぎているだけなんですね。で、もしあのテレビはボタンを押してもつかないよって言われた上でボタンを押してつかなかったら、何とも思わないはずなんですね。で、次イライラしやすい思考の2つ目、自分に期待しすぎている。これは正直少数派なのかなって思います。で、そして自分に期待してイライラする人は、個人的にですけど、ナルシストなのではないのかなって思います。よくできない自分にイライラするっていう人がいるとよく聞くと思うんですけども、これも自分に期待しすぎている、これも他人に期待しすぎている時同様で、自分は上手にできるはずだって思っているから、うまくいかなかった時にイライラするんですよ。で、例えばスポーツの試合とか人前で話す時とかは、ある程度自分はできるって強気で言った方がいいと思うんですけども、もしそれが失敗したとして、それはあなたの実力不足、努力不足、結局自分のせいなんですね。ただ自分を鼓舞するための強気の姿勢はすごい大切だと思うんで、慢心とかナルシストにならないように気をつけていったらいいのかなって思います。イライラしやすい思考の3つ目、人や物事が自分の思い通りに動くと思っているです。これが一番イライラする原因なのかなって思います。で、そして最もこれは自分勝手な思考ですね。で、さっき話したように、人や他人に期待しすぎている人でも、思い通りに動かないものだって思っていれば、そこまでイライラしないと思うんですね。自分の思い通りにならないからイライラしてくるんですよ。で、次にこのイライラする思考の話を踏まえて、イライラしない思考についてお話ししていこうと思います。イライラしない思考の特徴の1つ目、自分は自分、他人は他人という割り切りです。自分ができるから他の人にもできるはずだっていう考え方を改めた方がいいのかなと思います。自分ができたから他人にもできるとは限らないし、みんなが自分と同じ考え方を持っているはずがないということを理解しないといけないです。で、また他の人はできるのに自分はできないって思う必要も全くないです。みんなできることも考え方も違うっていうことを理解した方がいいのかなって思います。ずっと一緒にいる家族や恋人、友達とかでも結局は他人です。次、イライラしない思考の2つ目、決めつけない、こうあるべきっていう考え方をしないことです。そもそも他者に期待するっていうのはこっちの勝手なんですね。勝手に期待して期待外れだったらイライラするとか、自分にも相手にもいいことがないんですよ。だけど相手との関係性が
親密だったりすると、まあ、より高い期待を抱きやすくなってしまうもんだとは思うんですね。期待することで相手との信頼性、あと激励の思いを伝えることもやっぱできると思うんですよ。でもこれが行き過ぎるとこうあるべきだっていう決めつけになってしまうことがあると思います。でもそれって期待された側も負担ですし、決めつけているからこそ裏切られた時に余計絶望してイライラすると思います。イライラしない思考の3つ目は、まあ、人生はうまくいかないもの、報われないものっていうことですね。まあ、人生はうまくいかないもんだと私は思うんですよ。生まれ持った才能なんて、まあ、ビビたるものですし、頑張っても苦しくても報われません。まあ、努力は必ず報われるっていう言葉はよく聞くと思うんですけども、まあ、それってたまたま報われた人が言ってる言葉なんですよね。まあ、それでも生きていかないといけないものなんですよ。まあ、こんな自分でも会社は雇ってくれてるし、家に帰ると家族は待ってくれているし、支えてくれる人がいてたり、一緒にバカやってくれる友達がいる。それだけで十分幸せなんじゃないかなって私は思います。だから思い通りにいかないことでイライラしても、思い通りにいかないことが普通ですし、イライラしても何も現状は変わらないと思います。イライラしない思考の4つ目が、人のせいにしすぎない。思い通りにいかない時に、思い通りにいかない原因を自分以外の人や物のせいにしすぎないことです。自分じゃどうにもできない問題だったっていう考えになるから、あいつのせいで失敗した、あいつがちゃんとやっていなければ失敗しなかったってなるからイライラしてきます。まあ、例えば車が予想外の渋滞で会社に遅刻しそうな時、動かない渋滞の車の中でイライラしてくると思うんですよね。でもそれは、まあ、事故情報を調べなかったり、渋滞を予測しての時間に家を出なかった自分にも原因があると思うんですよ。まあ、極論言っちゃえば、渋滞に巻き込まれた運のない自分のせいですね。まあ、それをあのトラックが事故しなければ遅刻せずに済んだのにっていう風に他のもののせいにすると一気にイライラしてきます。で、たまにとても大事な用事なのに遅れそうになるとイライラしてくることもあると思うんですけども、でもそれも大事な用事なのに早く準備しなかった自分のせいなんですね。ただイライラしやすい人はこれをその人のせいにしすぎないっていうのを意識していいと思うんですけども、あんまりイライラしない人は、まあ、自分のせいにしすぎるとどんどん気分が沈んでいっちゃうと思うんで、自分のせいにしなくていいことはあんまり抱え込みすぎなくてもいいと思います。次、イライラしない思考の5つ目は、客観的に自分を見る努力。これ思考って言っていいんかよくわかんないんですけども、イライラしている人を傍から見ると、まあ、ダサいなって思いませんかね。私はすごい思います。ただイライラすることは別に悪くないと思うんですよ。イライラの感情を言動に移してしまうことがいけないんだと思います。で、イライラしているのを見て、まあ、周りの人はどう思うのかっていうのを考えてみたらいいのかなと思います。多くの人はあの人に近づかないでおこうって思うし、友達になりたいなとか素敵な人だなって思う人はほぼ皆無だと思います。次に、イライラしてしまったらどうするかっていうのをお話ししていこうと思います。さっきも言ったんですけども、イライラすること自体は悪くないと思うんですね。それを言動に移すことが良くないことなんですけども、まあ、生きていれば理不尽なことはたくさんあるし、イライラすることはある程度起こっても仕方ないのかなと思います。ここではイライラした時の対処法をお話ししようと思います。まずイライラしてしまった時は落ち着くことですね。で、イライラ感情が発生して行動になる前に思いとどまる、一息つくには、まあ、深呼吸をすることですね。まあ、結構、まあ、当たり前なんじゃないかなっていうことだとは思うんですけど、よく聞くことかなとは思うんですけども、強い怒りを感じると脳内でアドレナリンっていうのが大量に分泌されて、一時的に冷静な判断ができなくなってしまうんですね。で、これが原因で必要以上な攻撃的な行動を取ってしまったりっていう風になります。で、アドレナリンの分泌のピークがカットしてから6秒なので、その6秒を乗り切ることが大事なんですけども、まあ、そのためには深く深呼吸をすることで気持ちを落ち着かせることができます。なかなかすぐに実践できるのは難しいとは思います。なので、日頃から自分を客観的に見るように意識することで、言動に移す前にその乗り切ることができるようになると思います。イライラしてしまったらどうするかの2つ目、
イライラの原因を考えるっていうことです。で、先ほど説明した落ち着くっていうのはイライラを言動に移さない方法です。このイライラの原因を考えるっていうのはイライラ感情自体の対処法です。イライラをそのまま抑えてるだけでは精神的にも負担になってくるし、次も同じようなイライラを繰り返さないように原因を考えてみましょう。例えばあの場面でミスした後輩が悪かった、あの事故のせいで遅れたっていう風に人のせいにしたり諦めモードに入ると次も同じ原因でイライラしてしまいます。まあ、不可抗力や自分が直接の原因でなくても次は後輩にこういうサポートをしてみようとか、もう少し早く家を出ようっていう風に自分から行動しないと人も周りも変わりません。これはまあ可能ならやってみる価値すごくあると思うんですけども、イライラした時そのイライラの原因が分かったらそのイライラの対象から一時的に距離を置いてみる。で、イライラの原因から一時的に離れることでかなり落ち着くことができると思います。で、次ですね、イライラしてしまったらどうするかの3つ目、自律神経を整える。でもこれはイライラの対処法っていうかイライラしづらい精神状態を作るっていうものですね。これには緊張をほぐすリラックス状態になるように意識します。で、人の体を司っている自律神経にはリラックスしている時に高まる副交感神経と激しい活動している時に高まる交感神経があって、この2つの切り替えが上手にできないと体に様々な不調が出てきます。この自律神経の不調によってイライラしやすい精神状態になってしまうっていうこともあるんですね。で、現代の生活では携帯電話とかパソコンの画面とかストレスとかで自律神経がどうしても乱れやすくなっているんですね。なので意識的にリラックス状態になるっていうことをしないとなかなかリラックス状態にならないんですね。で、一番手っ取り早い方法としては、深呼吸をするっていうことですね。深呼吸をするっていうのが一番緊張、手っ取り早く緊張を和らげる方法です。で、そして寝る前にスマホとかの画面をなるべく見ないようにしてしっかり寝るように意識してみたらどうかなって思います。イライラしやすい人の思考とイライラしにくい思考、あとイライラの対処法などをお話ししてきたんですけども、それでもイライラしてしまうことってあると思うんですよね。そういう時は人に話を聞いてもらうっていうのがいいと思います。ただ話す人は選んだ方がいいと思います。共感してくれる人とか自分の味方でいてくれる人に話さないと余計しんどくなります。共感してくれなさそうな人とか否定してくれなさそうな人には話さない方がいいと思います。それでもしんどい時とか話せる人がいないなと思った時は医療機関に相談っていうのがいいのかなって思います。話せる人がいないとか話したけどどうにもならないっていう時は精神科で、吐き気とか頭痛とか胃痛とか体の不調が現れてるっていう時は心療内科を受けましょう。で、イライラするっていうのはイライラしている自分自身にとっても負担ですし、周りも気持ちのいいものではないです。なのですぐカッとならないようにコントロールして上手に切り替えができるようになっていけたらいいのかなって思います。最後までご視聴本当にありがとうございました。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また見てね。Yeah.